アルベール一世は、モナコ港、海洋学者としても知られている。海洋調査船を建造し、メキシコ湾流域、アゾレス、スピッツベルゲン方面など赤道から北極圏までの北、大西洋と地中海と組織的に海洋物理学的、海洋生物学的に観測した。その業績は、数々の新種の深海生物の発見、特にマッコウクジラの胃の中から、 巨大内科の新種を発見したこと、クジラの餌の研究をしたこと、比較的水温の高いモナコ海物を発見したこと、特殊な海流球を放って、海流を調べ大西洋の表層海流図を作り、メキシコ湾流について多くの新知見を得たこと、北、大西洋の冬期来の漂流経路について調査をしたこと、世界の海洋深層図を出版したこと、 地中海深層水の大西洋への流出を発見したことなどである。また、モナコの海洋博物館を作り、自ら採取した多くの標本、海洋観測用の初速機を展覧し水族館も置いた。またパリに海洋研究所を建てて寄付した。後地中海科学探究国際委員会の総裁に就任し、地中海の海洋学の発展に尽力した。 これらの功績が認められ、1918年には、アレキザンダー・アガシーメダルを受賞した。ありがとうございます。